炭素菌、炭素菌、炭素菌、バシラスアンサレイシスは炭素、小の病原体となる細菌、病気の原因になることが証明された最初の細菌であり、また弱毒性の菌を用いる弱毒性菌ワクチンが初めて開けされた細菌学上重要な細菌である。第二次世界大戦以降、生物兵器として各国の軍事機関に研究され、年には アメリカ炭素菌事件で殺人に利用された。炭素菌、バシラスアンサレイシスは、バシラス属に分類される、グラム陽性の下方形成肝菌である。種商名のアンサレイシスは、炭素、アンサラックスを意味する。この語はギリシャ語の、墨、に由来し、炭素の病変部が墨のような黒色に変色することに、ちなんで付けられた。 大きさは約1から1.2メートル5から10メートルで、病原性細菌の中では最大の部類である。顕微鏡で観察すると、個々の肝菌は円柱状で竹の節を直角に切り落としたように見え、これが直線上に配列した連鎖肝菌として観察される。その周囲を胸膜と呼ばれる構造が取り囲んでいる。炭素菌の胸膜は、 他の細菌が持つものと比較すると境界が鮮明である。弁護や専門は持たない。炭素菌は画法形成菌で生育環境が悪化すると菌体の中央付近に卵円形の画法を形成する。画法は熱や化学物質などに対して非常に高い耐久性を持つ構造体であり、このため炭素菌が生息している環境から菌を除去することは 極めて難しい。第二次世界大戦中に英軍がグリナード島で行った実験では、少なくとも実験後40年以上にわたって、多数の炭素菌が土壌に残存し続けるということが判明した。2002年以降、最近の種の分類には DNA-DNA 分子交雑法を用いた遺伝学的な方法が採用されているが、この方式に従うと炭素菌、 B. アンサレイシスト、セレウス菌、B. セレウス、疎藤病菌、B. チューリンゲイシスの3種の遺伝子は、それぞれ70%以上の相当性を持つ、ため同一の生物種という扱いになる。しかしながら、医学的な観点からは、この3者が混同された時の危険性が大きいため、医学における重要性を考慮して、それぞれ別々の種として、命名、分類されている、危険名と呼ばれる。 炭素菌は土壌に生息、あるいは画法の形で存在し、また羊などの動物の体毛にも土壌由来の菌や画法が付着して存在しており、世界中で分離される普遍的な自然環境の常在細菌である。ただし、特に炭素の発生が多い地帯は世界に2カ所存在しており、この地帯では炭素菌の生息密度が特に高いと考えられている。一つは、 スペイン中部からギリシャ、地中海を挟んでトルコ、イラン、パキスタンに至る地帯であり、特にトルコからパキスタンにかけては炭素ベルトと呼ばれることがある。もう一つは赤道アフリカ地帯である。また、ジンバブエでは1979年に記録的な炭素の地域的流行が発生して、以降、高度に炭素菌汚染した地域になっていると言われている。 1000種類以上ある炭素菌は土壌中の常剤細菌であるが家畜や人に感染して炭素、症を発症させる。その最も多い例は皮膚の傷口から侵入して皮膚で発症する皮膚炭素である。この疾患は特に中世ヨーロッパでは家畜の屠殺、解体、なめし側を行うものに多く見られた。また炭素菌の画法が呼吸器を介して肺に到達すると 肺炭素と呼ばれる極めて重篤な疾患を起こす。肺炭素は羊毛を扱うものに見られた疾患である。またマレな例として、炭素により死亡した動物の肉を食べた時、腸管の傷口から侵入して起きる、腸炭素を起こす場合もある。いずれの場合も人から人への伝染は起きない。言い換えれば、危険な感染症だが、伝染病ではない。炭素は、人獣共通感染症であり、 日本では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関わる法律感染症新法において4類感染症に指定されている。グラム陽性眼菌であり、多くの抗生物質に感受性があり、抗生物質による治療が有効、薬剤体制を自然に獲得したものは稀であると言われる。治療には感受性のある抗生物質が用いられる。 動物と人において、それぞれ有効なワクチンが開発されている。動物に対しては、弱毒性菌ワクチンが用いられる。これはパスツールが開発したものをヒントに、スターンが1930年代に作り出したもので、ある、細菌学における歴史的位置づけ、胸膜の節を参照。一方、人に対しては、成分ワクチンが用いられており、これは、外毒素の一つである。 防御抗原、PA を用いたものである、防御抗原を参照。しかし、いずれも人に対する副作用や有効性では、問題が残っているため、新しいワクチン開発が続けられている。なお、日本においては、人に対する成分ワクチンが認可されていないため、生物テロに対する備えが不十分ではないかと指摘されている。炭素菌の病原性に関わる因子として、 胸膜と三種類の外毒素が知られている。これらは、それぞれ胸膜プラスミド、プックス2、毒素プラスミド、プックス1と呼ばれる炭素菌ゲノムとは、独立したプラスミド状に存在する遺伝子から作られる。炭素菌の胸膜は、ポリグルタミン酸ペプチドを主成分とする。バシラス属以外の細菌で胸膜を持つ者には、多糖類を主成分とする者が多く、この点は、 炭素菌強膜の特徴の一つであると言える。またこの分子を構成するアミノ酸が L 体だけでなく D 体の光学異性体 D アミノ酸を多く含んでいる点でも特徴的である。一般に強膜は細菌が動物の体内に侵入した際白血球の鈍色などから逃れる役割を担っており炭素菌の強膜もこの役割を果たしている強膜によって 宿主の免疫機構による排除を逃れて、生体内への定着が容易になると考えられている。1930年代にスターが開発して、以来使用されている炭素ワクチンは、培養を繰り返すうちに胸膜を失った弱毒性菌ワクチンであり、これは胸膜を高度しているプラスミドプックスにが欠落したものである。胸膜を失った炭素菌は、 白血球による鈍色などを受けやすくなって弱毒性になるため、比較的安全に炭素菌に対する免疫を獲得することが可能で、あるが人に対して十分安全とは言えないため、この炭素ワクチンは動物にのみ用いられている。炭素菌は3種類の毒素タンパク質を菌体外に分泌しており、これが炭素によって起こる諸症状の直接の原因になっている。 素と毒素はそれぞれ、防御抗原、PA、プロテクティブアンチゲン、不主因子、EF、エデマファクター、死因子、LF、ディーサルファクターと呼ばれている。これらをコードする遺伝子はすべて毒素プラスミドプックス、一常に存在する。防御抗原、PA は、標的になる細胞の細胞膜に存在する、受容体タンパク質、炭素毒素受容体、 アンサラックスとキシンレセプター ATR と結合する性質を持つ。PA 自身も神経などの機能を阻害する毒素としての働きを持つが、それ以上に不主因子 EF と致死因子 LF を標的細胞内に送り込む役割が大きい。PA は細胞膜上の受容体に結合した後、細胞膜表面にあるプリン。 フリンと呼ばれるプロテアーゼによって切断を受けて活性型になる。活性型になった PA は互いに相互作用して集まり、細胞膜上で PA が7つ集まった7両体を形成する。PA の7両体は細胞膜上の脂質ラフと細胞膜を構成する脂質分子のうちある種のものが集まった部分に移動し、そこからエンドサイトーシスの機構によって 細胞の内部にエンドソーム商法として取り込まれる。さらに7両体になった PA は EF または LF と結合する活性を持っているため PA が細胞内に取り込まれると同時に EF や LF が細胞内に取り込まれる。細胞内に取り込まれたエンドソームは異物を分解する酵素などを含んだリソソームと融合するがこの時商法内の PA1 が酸性に変わる。 この刺激によって PA7 両体はエンドソーム膜に入り込み、イオンチャネル分子として働くようになり、細胞質に EF や LF が放出される。すなわち、PA は炭素菌によって毒性が現れる際、最も重要な役割を担う分子だと言える。このことは逆に言えば PA の働きを阻害することで炭素菌による発病を治療。 あるいは予防することが可能であるとも言える。そもそも PA は防御抗原の名が示す通り、この PA に対する抗体が炭素から縮小防御することから名付けられたもので、唯一人に対して用いることが可能な炭素ワクチン、成分ワクチンとして利用されている。ただし、PA 自体にも弱い毒性があり、一過性に神経や心臓血管の機能障害が現れる。この理由は、 よくわかっていないが、7両体 PA がチャンネル型の分子として細胞膜の透過性を高めるためだという説がある。この毒性による副作用が現れること、また十分な免疫を獲得するには複数の接種が必要なこと、免疫の持続時間が比較的短いことなどから、より優れた代替ワクチンの開発が続けられている。不臭因子 e f は、 カルモジュリン依存、アデニレートサイクラーゼ活性を持つ毒素である。細胞質にはカルモジュリンが存在するので EF は常実した PA の働きによって細胞質内に取り込まれたアデニレートサイクラーゼとしてアデノシン三リン酸 ATP からサイクリック AMP キャンプを生成する。これによって細胞質内のサイクリック AMP 濃度が 上昇すると、上皮細胞などでは、細胞膜のイオンチャネルが活性化して、細胞内からの電解質や水の分泌が起こり、その結果、組織レベルでは、浮腫などの病変が現れる。シン子、LF は、メタロプロテアーゼ、金属プロテアーゼとしての活性を持ち、亜鉛イオン、ZN を触媒として、特定の標的タンパク質を分解する。LF もまた、 上実した PA の働きによって取り込まれた後、細胞質でプロテアーゼとして働くが、LF の標的分子は、メイポック、マップキナーゼキナーゼと呼ばれる重要な細胞内シグナル伝達、情報伝達に関与している、タンパク質リン酸化酵素である。メイポックは、マップク、マップキナーゼをリン酸化し、さらにマップクが、他の多様なタンパク質、シーミックなどリン酸化することで、 細胞の増殖や生存に必要なタンパク質の合成を制御している。LF はこのメイポークを分解してしまうため、LF が作用した細胞は死んでしまい、その結果、組織レベルでは出血やエシなどの病変が現れる。炭素症の時に見られる病臓部の黒変も、この LF の働きによって組織が出血性エシを起こすためである。炭素菌は1876年に、 ロベルト・コッホによって、動物の炭素症の病原体として発見された。当時は、病気が発生する原因について、汚れた、空気、小気が原因であるとする、ミアズマ説と、伝染性の病原物質との接触が原因であると、する、コンタギオン説の二つの学説で争われていた。コッホは今日、コッホの原則として知られる考え方にのっとって、炭素症の動物から、 炭素菌を分離し、それが健康な動物に炭素を発症させること、さらにその病変部から炭素菌が再分離されることを示すことで、細菌などの微生物がコンタギオンとして病気を中立ち挟まることを証明した。これは、細菌が病原体であるということを示した最初の発見であり、その後医学分野において、細菌学、感染症学が発展するきっかけとなった。 1881年にルイパスツールは実験室で高温40倍用した炭素菌を実験動物に摂取すると炭素を発症しないばかりか、その動物に後で新鮮な炭素菌を摂取しても炭素を発症しないこと、すなわち炭素菌に対する免疫が獲得されることを見出した。特定の病原体に対する免疫を弱毒性の病原体を あらかじめ接種することで人工的に売るという考え、すなわちワクチンの概念は、すでにエドワード・ジェンナーが主導で実用化していたが、ジェンナーが用いた手法は天然に存在する牛糖ウイルスを人に接種することで、人糖層ウイルスへの免疫をつけるものであった。これに対してパスツールは、このような天然の弱毒病原体が存在しない場合でも、 何らかの方法で病原体を弱毒化することでワクチンとして使えということを発見したのであり、この手法は他の様々な病原体にも応用されていった。特にパスツールが開発した生きた弱毒性細菌を摂取する手法は弱毒性菌ワクチンと呼ばれる。パスツールの炭素菌ワクチンは外毒素を高度するプラスミドが欠落したものであった。 このワクチンで得られる免疫はごく弱いものであり、今日では利用されなくなっている。生物兵器への利用が可能な病原体には、という性質が特に重要視される。これは、兵器としての有効性と、使用した場所に後で自軍の兵士が入った時の安全性の確保につながるからである。炭素菌は1、マイナス3の条件を満たしており、さらにその培養も、 比較的容易なので、第二次世界大戦の頃から、各国の軍事機関によって、生物兵器としての応用が考えられ、積極的に研究された最近の一つであった。しかし、国際法、生物兵器禁止条約に基づいて、生物兵器が禁止されたのに加えて、炭素菌の特性が明らかになるにつれて、などの欠点も明らかになったため、いわゆる戦争、 国家間の大規模なものや内戦などでは少なくとも公式には実戦への投入は行われなかった。しかし2001年のアメリカ炭素菌事件で実際に用いられたのをきっかけに特に生物テロに利用される危険性が注目され重要視されている。炭素菌は生物兵器に使われる可能性がある病原体としてはという特徴を持つため貧困国や 比較的小規模なテロ集団によっても使用される危険性が指摘されている。ただし、致命率の高い肺炭素を発症させるために炭素菌画法をエアロゾル化したり治療薬が特定できないように薬剤耐性遺伝子を導入するなど生物兵器としてより危険なものにするためには高度な科学技術が要求されると言われている。日本ではバイオセーフティレベル3 BSL-3 の病原体として扱われ、また研究施設での使用、保管状況が厳重に監視されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。